ドンズー園地にある、加納ウ宗七のモミメント、加納ウ宗七の銅像、加納ウ宗七から1887年5月5日は、江戸、明治期に活動した日本の商人。文政十年6月23日、和歌山城城下町の北の新地奮闘町に生まれる。聖家は、紀州藩の御用商人宮本家で、酒造業や海鮮業を営んでいた。結婚後、 宗七は生を可能と改めた。宗七は倒幕運動に参加し、慶応3年11月15日に、坂本龍馬が暗殺されると、三浦九太郎が坂本龍馬殺害に関与したとの情報を、海援隊にもたらし、慶応3年12月7日、陸峰光らと共に、三浦を襲撃。この襲撃は、失敗に終わり、 宗七は追ってから逃れ開港直後の神戸に移住し、材木商、海鮮、船宿などを営んだ。明治4年、明治政府が計画した生田川の付け替え工事を請け負い、3ヶ月で工事を完了させた。宗七は十七万坪に及ぶ旧生田川の埋め立て地や堤防跡を娘婿の有本明と共に、兵庫県から落札し、区画整備を行った。一帯には、 国道の幅が2軒であった時代に南北10軒、東西6軒の道路5本が付設された。土地の一部には宗七の名にちなんで、加納町という地名が付けられた。1873年、宗七は当時の神戸港が台風によって大きな被害を受けることに対処すべく、資材2万円を投じていく田川の河口に、加納港と呼ばれる避難港を建造した。 この避難港は1915年に埋め立てられ、国鉄神戸臨港線神戸港駅が建設された。1887年5月5日没。1934年、神戸市は創七の銅像を生田川上流に建設した。この銅像は太平洋戦争中に供出された。1981年3月、東遊園地内に、 可能の功績を称えるモニュメントが建設され、再び銅像が設置された。ありがとうございます。